はい、こんにちは。今日はお金を使うポイントをまとめてお伝えしていこうと思います。最近お金をどうやったらこう手元にたくさん残せるかなとか増やせるかなっていう、まあ勉強をして、じゃあ皆さん、まあ私もですけど、お金持ちになりたいなってこう思ってない人の方が珍しいくらいで、みんなあるならお金持ちになりたいってこういうふうに思うじゃないですか。じゃあ大金を手に入れて一生に一度こうどういうものにその稼いだお金をつぎ込みたいかなっていうことをこう一生懸命考えた時に、こうかれこれもう僕はバスケットがずっと好きで、もう9歳の頃からずっとやってきてっていうのがあって、で旅をしようと。でどんな旅かっていうと、アメリカの、まあ一部カナダもありますけど、NBA 全30チームのホームコートでバスケを観戦するっていう、まあ、お金を稼いだ時の、まあ、夢っていうのをこう、まあ、見つけたんですよね。ぜひ実現したいなと。でプラスその現地に行ってそこでしか手に入らないようなグッズっていうのを買って、まあ、バスケットやってる、それを欲しがるような子供たちに与えてあげるという、まあ、そういうことをぜひやっていきたいななんていうふうに思っています。まあ、そんな話はいいとして、ところお金っていうのは使い方によって、例えば100円のものを200円の価値を感じさせるとか、逆に100円を払ったのに50円分の価値しか感じられなかったなっていう風に、金額以上に幸福度を高めてくれたり下げてしまったりっていうような、まあその心理学的にその左右されるっていうものがあったりするんですね。じゃあ今回皆さんがお金を使いますってなった時に、どういうポイントに注意をしながらお金を使っていくと皆さんの幸福度が高められて払った以上の価値を感じられるか、そんなお話をですね、まとめてしていきたいと思います。ポイントは7つあります。はい、まず1つ目が物ではなくて経験に使うっていうこと。例えばまあ服とか、文房具を買うというよりも、旅に出たりとか、あるいは映画を見たり、あるいは食事を食べるっていうのも、非常にいいと思います。で食事を食べるっていうのも、どれだけ高級なものを食べに行くかっていうものよりも、それ以上に安いものでも高いものでも誰と一緒に行くかっていうこと、これが重要になってきます。はい、でこれは何でかっていうと、やっぱり物とかっていうのはいずれなくなってしまうものなんですけど、経験に使っていくと、その経験っていうのが後に生きたりとか、あるいは皆さんの思い出となって一緒に共有した人たちなんかは語り草になんかできたりしますよね。でそういう形で、後にもこれに使ってよかったりってずっと長く言えるものになっていくので、経験に使う方がいいですよということです。それから2つ目、自分ではなく他人を喜ばせるために使う、いわゆるサプライズとかプレゼントとかってやつですよね。はい、プレゼントとか経験をその人のためにさせてあげると。で、まあ、子供におもちゃをこう買い与える親の心理みたいなところがあると思うんですけど、やっぱりこう子供にお母さんお父さんこれ欲しいなっていうものを、じゃあ何々ちゃんこれ買ってあげるねって言ってわーいってこう喜んでるのをこう見るのっていうのが、親としてこう非常に喜ばしいっていう経験を3年後くらいにしてみたいっていう感じなんですけど、まだしたことないんでね。僕の場合であれば教え子とかにバスケット一生懸命頑張ってくれたからって言って、まあ、差し入れあげたりとか、こう卒業の記念品とかあげたりとかっていうので、やっぱそれを喜んでる姿とか見ると、まあ、非常にこう良かったなと思う。だから自分のために使うっていうよりも他人のために使ってあげるっていうのも一つポイントになってきます。それから3つ目ですね、高いものを一括して買うのではなくて、細かく買っていくって心理学的に幸福度を高めていくポイントになります。一つの高いものを買ってしまっても、それって結構飽きてしまうんですよ。例えばトレンチコートとかで1着20万とか、なんかおしゃれなサングラス5万円とか買ってしまっても、かけ続けてもなんかまあ1ヶ月もすればそのコート着るのも飽きるし、サングラスかけるのも飽きるじゃないですか。だから高価なものをこう一つバンと大きく買うのでも、同じ10万円あるんだったらそれを1万円ずつに分けていって、安価なものをこう何回も買っていくっていう方が、やっぱり人間っていうのは買い物する行為自体が幸福度を高めてくれますんで、単純計算でいくと10倍価値が変わってくるというところになります。それから4つ目、物の修理とか保証に、お金を使わないっていうことですね。まあ、パソコン壊れましたとか車が壊れましたとかってなった時に、まあ、車壊れたって外壁がへこんだくらいだったら修理出した方がいいと思うんですけど、パソコン壊れましたとか何か家電製品壊れましたってなったら、それを修理に出すお金を使うよりも、もうまっさらなものを買った方がはるかにいいですよという、まあ、そんな単純な話です。それから5つ目に、支払いは先に済ませるっていうものですね。例えばどうでしょう、旅行に行くっていうのなんかまさにいい使い方で、旅行代理店なんかに行くと、先に今回の旅行代金は5万8000円ですとかって言われて、こう先に支払っておいて、あとはもう現地に行って、切符ももう手に入っている状態だからもう通すだけで、現地着いてホテルに着いたらもうチェックインを済ますだけ、何も払うお金はない。まあ現地でちょっとお土産を買う程度ってなったら、ものすごくこれってすごくいいお金の使い方で、なんでかっていうと、
例えば食事しますとか、こう物を選んで後からお金払いますってなった時に、その選んで今いくら自分がこれからお金を使うんだろうっていう、ある種プレッシャー、ストレスっていうものを感じながら物を食べたり買うっていうよりも、もうこれだけの物を払って今から物をもらえますとか経験しますっていう方が、はるかにストレスがなく物を買ったり過ごせたりしますんで、そういう意味で支払い先に済ませておけるものなら、そうしておく方がいいですよということですね。だからラーメン屋なんかっていうのは最近券売機なんか増えてきましたけど、ああいうシステムっていうのは非常にいいですよね。食べてもスッて買えるだけですから、ストレスないですよね。を会計するっていう、ああいうシステムなんか非常に飲食店なんかでもいいんじゃないかなと思います。それから、6つ目に商品について調べすぎないということですね。商品でやっぱり Amazon のレビューとかで星の1個とか2個とかっていうのを調べていったら、自分がうまく使えてないのにその商品のせいにするとかっていう傾向ってやっぱりあったりするんですよね。だから商品って調べていけばいくほど、そのうまくいかなかった欠点っていうものに目が行きやすくなってしまうんですよね。で、失敗っていう、その間違って買ってしまったっていう経験も当然次の買い物をうまくするためには必要な行動なんですけど、できれば失敗したくないじゃないですか。っていうことはもうさっさともう目についてこれいいなって思った方も買ってしまった方がストレスもプレッシャーもなく買えるんで、そっちの方がいいですよということです。だって例えば掃除機を皆さん買うとするじゃないですか。掃除機買う、この掃除機ちゃんとコンセントに挿したら動くんですってレビュー書かないじゃないですか。コンセント挿して動かなかったら腹立つから、こうね、この掃除機はコンセントに挿しても動きませんっていうこうレビューを書いたりとかっていうのをすると思うんですけど、基本的にはうまくいくことっていうのはレビューにあまり書かれずに、うまくいかなかったことがレビューに書かれるという傾向があるので、そりゃマイナスの情報ばっかりが集まるっていうのは、まあ言わずもがなっていうところですよね。なので調べすぎてしまうとそういう情報ばっかりが手に入ってしまうので、そういうのは無視してさっさとこれって思ったら決めて買ってしまった方がいいです。そんな感じです。そして最後7つ目に、人気があるものを買いましょう。結局なんだかんだ人っていろんな人が持ってるものを欲しがって、それがあったら自分もその輪の中に入れるっていう安心感を持ちたいっていう生き物なんですよ。だから半年前くらいに発売した、あつ森ですね、あつまる動物の森なんかっていうのも、もうものすごく老若男女の人たちがこう買って、男女問わず、地域問わずいろんな人たちがこうネットを介して遊んだりしてるじゃないですか。ああいうものはやっぱり人が遊んでるのを見たら自分も あの場に加わりたい、遊びたいっていう風になったりとかしますんで、そういうものはあるといいと思います。であとはやっぱり人気があるものっていうことは、こうそれだけ使っている人が多いっていうことは安心して買える製品なんだっていうことで、ストレスがないんですよね。これ買って大丈夫なんだろうかな、他に使ってる人いないし、着てる人もいないし、身につけてる人もいないっていうような状態になってしまうと、ちょっと自分が最初にこれを買うのってやっぱ気が引けるなっていう状態になってしまうので、それにストレスを感じる。買い物自体にストレス感じちゃダメなんですよ。買い物はもう思い切ってバン持ってけドラボーくらいな感じで、こうもう大盤振る舞いでこう払ってしまう方がやっぱり幸福度をね高めてくれるものになりますんで、そういう買い方をぜひしてみてくださいということで、今日お伝えした7つのポイントなんかっていうのを意識しながら買い物をしていただけると非常にいいのではないか、非常にいいお金の使い方ができるのではないかなという今日はご紹介でした。ということで本日の動画以上とさせていただきます。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。